長塚古墳は、静岡県沼津市東沢田、長塚403番地にある前方公園墳である。長塚古墳は、明日山の東南独海抜約50メートルの丘陵上にある。沼津市に古墳が作られた時期は5世紀後半頃と考えられていたが、同市にある新名塚古墳が2005年の調査で前期、古墳と判明、2014年に、 高尾山古墳が230年築造と市長定例会見で発表され、3世紀より作られていたことが分かった。長塚古墳が足高山東南録に作られたのは6世紀前容である。足高山南録では長塚古墳の周辺にもいくつかの小園墳がある。当時の駿河国では古墳時代を通じて、 政治権力が、アシタカ山の東南緑で変遷したと推定される。長塚古墳も、また、有力な豪族の墳墓と考えられる。幅9から10メートルの修行があることが調査により、判明している。また、墳球の上には、付近石がないこと、埴輪割があったことなども同じくわかっている。公園部からは、副葬品と推定される鉄鉾が、出土している。また、修行から、 各種派庭が見つかり、くびれ部では、はじきやす液きも見つかっている。古墳の形状が美しく前方公園墳だと、わかりやすいことから、見学者も多く、地元から活用の要望を受けて、沼津市教育委員会は、2011年に墳丘部の主要な1000平方メートルの土地を、地権者から寄付を受け取得している。1956年に、沼津市編纂事業の一環として、 当時としては、数少ない古墳の構造に視点を定めた調査を、明治大学の後藤森一教授を中心に行った。他の発掘者は、小田実、のる、小野慎一、大塚初重。この古墳は、駿河国を治めた国の宮津子のものであると推定されている。区画整理が進み、長塚古墳の近隣にまで住宅が迫ってきた際、土地所有者との古墳保存協議が進まなかった。 開発計画が進むと、古墳の保存が困難になるため、土地所有者と再度協議を重ね、古墳の保存の理解が得られた。懸念となる、保存・保護の措置を講じるための基礎資料を得るため、静岡県教育委員会とも協議を重ね、平成9年度に、墳給詳細測量及び石屈工、平成10年度墳給部について、部分発掘調査を国庫補助及び県費補助で実施した。 長塚古墳の規模は、下記の通りである。長塚古墳の出土品として、下記が見つかっている。所在地関連施設周辺、ありがとうございます。